サマラ州は、ロシア連邦の州。州都はサマーラ、ソイボルガ連邦管区に含まれる。この地域は、サマラ時間の標準時を使用している。時差は、アトックプラス4時間である。従来は、サマラ時間が使われていたが、2010年3月28日のサマータイム開始と同時に同時間帯は廃止され、モスクワ時間に統合された。また、2011年には、 従来の夏時間が通年で使用されることになり、時間帯はアトックプラス4時間に固定された。しかし、2014年10月26日にサマラ時間が復活し、時差はそのまま通年アトックプラス4となった。東ヨーロッパ平原の東部に位置する、ボルガ川が西南部を流れる、ボルガ川が迂回する、ジグリ山海があり、そこにジグリ自然保護区がある。 サマーラ州の行政区分緑の部分は、サマーラを含むボルジュスキー地区火山半国が滅んだ後、1586年にサマラにロシアの要塞が築かれた。1850年にサマラ県が設置される。1928年5月14日にチューボルガ州に解消。1929年よりチューボルガ地方。1935年に クイビシェフ地方と改められ、1936年から1990年まで、クイビシェフ州。1990年、州都がクイビシェフからサマラに解消されたのに伴い、サマラ州に解消。石油生成、化学工業、航空機製造、自動車製造などが盛ん。ありがとうございます。